じゃあ、TGS のイベントに来てた、そうだね、マットキャッツでみんな行く感じだ、うん、え、ちょっとあるな、これ何だまあ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 、まあ、え、今のちょっと、俺の出ようとすごい被る、うん、あと現対策で大事なのが、うん、セービングガードして、まあ、ガードもしくはヒットの後に、うん、その構えによって効果差が違うんで、そうなの、あ、それ覚えておいてください。 P の方がこれあるでしょ、 P の方がプラマイゼロ、 K の方が、うん、逆だったかな、マイナス3、え、プラマイゼロとマイナス3なんで、しかも単純に硬直が違うだけなんで、うん、限界が変わってるわけじゃなくて、攻撃の硬直、与える硬直が違うだけなんで、そのいつものセービングの硬直だと思って壊し出すと出なかったりとかするんだ、あ、へー、そう、もう P だったかな、いや P が確かプラマイゼロなんですよ、確か、ほうほうほう、 P がプラマイゼロで K がマイナス3だったの、確かね、ちょっとあのチャットの中の原使いがいればちょっと正確な、ヒットとガードでも違うって通なコメントがありますからね、ヒット時とガード時で違うんだ、それはちょっと俺ももう原使いにしか分かんなそうな話ですね、そうだね、やっぱ足払いはマイナス8か7かな、さあ落ち着いてますね、あれ、いや落ち着いてるでしょ、大丈夫これね、こう一発食らえないんですよ、富田さんのアシュラがウルコン2になったことによってね、あれ、あ、終わった、まあ、食らってもいいみたいな話っすよね。ゲージ吐かせて、次いけるんだったらみたいな。次ゲージ溜まるとかないから。今のは読めない。え？読めず？今のは読めないだろ。まあ。あんな綺麗に入ることないよ。読めないかな。まあ。ちょっとね、あるんですよ、これ。ありますね。あれ？ほら。3回目はちょっと厳選で気をつけなきゃいけないのは、もう画面端背負った時の、あ、背負わした時の、まあ、折り返しジャンプだよね、端から逃げる、端から逃げるために結構弦があって相当深めに飛んできたりとかするから、それを落とせないとやってるってところはやっぱあるわけじゃん、無理してやっぱ頑張ってやってる感じあるじゃん、まあ人がいいんだろうね。え、大山田君、このスラスラやる人だったっけ？いや、まあ、スラ否定派なはずなんですよ、この人。ちょっと今びっくりしちゃった、俺も。ちょっとやっぱ攻めっ気が出てる感じなんかね、これはね。あれ？チワシ安定っすよ。いや、大キックに負けます。ああ、先端はね、下に判定はあるからね、大キックは。そう、大キックにだけ負ける。だから、外線は常に前に歩いていくことが結構大事。そうなんですよ、前に歩いていけば、相手やることが、まあ、中パンとか中キックで追い返したり、まあ、あとスラとかじゃないともうリターンが取れないから、ガイはかなり厳しいはず。結構まあスラ打ってくるイメージあるよな。スラはね、そんなに性能良くないんですよ。ああ、そうだね。そんなにというか、スラ界の中ではかなりちょっとナメプみたいな感じの強さが。なんでダウンしないんだろうね。距離による、ね、まあ、一応ダウンするけど、結構近くないとダウンしないでしょ。そうそうそう、根元だから近距離認識前とか、そんな感じなのかな。なんだろうね、うん、ここをガイは変えてみようみたいな感じだったのかな。まあ、結構ね、ゼロスリーとかの時に結構強かったんですよ、スラが。あ、だからその強すぎるイメージが多分あったのかな。あ、それで若干その強すぎるのが良くないから、ちょっと弱くしておこう、ちょっと弱くしとこうとか、とりあえずスラ。センター当ては強いよね。
ダウンは確かにしないけど、センター当ては一応距離と相手キャラによっては技がつながるぐらい一応有利は取れたりとかする。丸六のスラムはあんま性能良くないね。ああ、まあ、うん、でも結構距離とか含めればまあまあじゃないですか。まあ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 弱くはなさそうだね。本体性能ある日だと思う。本体性能はかなりいいから、歩きの速さだったりとか他の通常技のリーチだったりとか、うん、単体で考えたら多分ガイより弱いんじゃないかな。へえ、かなり弱い。あ、よし、まあ10分前くらいですかね。まあそうですね、うん、やられハンドもでかいでしょ。ああ、なんか変だよねバルログのさ、うん、しゃがみのやられ判定とか。まあね、だからバルログとか足が速くて技のリーチが長いから後ろ歩きしたいじゃん。うん、だからこそあのスラが強く感じるんだけど、あ、ガイにこのスラがあってもえっみたいな。ああ確かにね。そう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 、それはそうだわ。結局足の指が遅いから守りしか使えないし、うん、バルログは攻めて使えるけど、これ俺も食らうんだよな、宙詰めガードした後。あ、これそうで、これ食らった後ね、またこれループするんですわ。ほう、あれは引きつけてセービングやると投げられ判定がちょっと変動するんで、お、相手がこれが出ちゃうんですよ。投げれずとか、あと引き付け昇竜とか、引き付け昇竜安定だったりとか、まあ、調べてみると結構いろいろ対策あって、ゴーヒとかでもなんか弱そうだな。引き付け昇竜とかちゃんと出んのかな。うーん、まあ、ちょっと佐藤はできてたけど、まあ、ゴーヒはちょっと分かんないね。サーキットかな、アパカが強いからいいよね、うん、弱と大でさ、うん、ケアできる距離を変えられるから、うんうん、まあそうそう、あのコメントでセリ専用の軌道があるって言うんだけど、ハイライフの動画はまだ一回見たことないんだよな。対戦したことないんですか。通称アフリカマン。アフリカマン、なんか自信あったらしいですよ一応読み合いがそ、なんか読み合いの材料が揃えばいけますって言ってたよ。あ、本田さん、本田戦のアフリカマンってよくわかんない本田戦うまいとか全然イメージないけど。いや別にうまくないっすよ。うまくないんだ。ホンダが出てくると仕方なく出る時が多くて、バックドラッグちょっとだからホンダ戦のアフリカマン、誰もやりたくないから仕方なく出ることが多いんだってなるほど。で、和王さん鬼1本じゃないかな。あ、まああるとしたら剣だよね。スコフの時剣で出てましたもんね、うん、大会。なんかブログ俺この前見させてもらったんだけど、うん、結構なんかいろんなキャラの攻略とか書いてたよ。ケンとかダットリーとか。へえ、いやここでまさかの2キャラ目あんのかな。ケンは俺戦ったことあるの。あ、あるよ。向こう向いてるかわかんないけど。あ、俺はあるな。俺ないわ。あるんだ。いや、ありますあります。俺大阪行った時に結構いそうもんね、うん、大阪ね。ありますね。でもね、あんま対戦してないね。10回も対戦してないんじゃないかな。へぇ、でも。で、聞いた話によると、ダットリーは結構好きなキャラらしくて。へぇ、だったから、まあ今回変えるっていうことはないかな。さすがに、うん。で、あとは、マイケルタン。マイケルタン俺ワンチャン5期入れてるんじゃないかなと思ってるよね。あー、動きのね、動き結構やってたからすごい高いっていうのを聞いてました。ただなんかもうグレン一択だろっていう組み合わせで神竜とか使っちゃうような人だから、結構こだわりが強い人の可能性が高くて、っていうことは普通に剣一択の可能性が結構高い。剣を受け相手にサガット使ってたからな。ああそっか、そんな時もあったね。マイケルタンウルコンイチ多分好きなんだよな。ウルコンイチなんか好きそうだよね。多分好き、まあ、やっぱ減るし、うん、お膳付きだからね。あ、気持ちいいからな当てた時。まあ、あと昇竜セビキャンからフルヒットがいけるから、あのワンチャン力で確かに。グレンってさ決めてもワンチャンひっくり返るとか、うん、そこまでないじゃん。根元当てないとあんま減らないしね、あれ。うん、400くらいなのかな根元当たんないと。根元
と当たんなくて400だったらまあ減ってんじゃない。玉抜け途中から当たってて、うん、400減んのかな。置き詰めつかないのもちょっとかわいそうね。あ、いやまあついたらやべえからな。てか坂戸戦も新竜だったね。うんでしょう。さすがにグレンかなと思ったんだよ。いや俺は新竜だと思ってましたよ。本当に俺は新竜だと思ってました。でもグレンの方がいいよね。際どい際どい。嫌なのはグレンだけど、うん、やっぱ富のプレッシャーがその分上がるから。あ、うん、でも先端だったらさ無理じゃん。無理だね、先端は無理だね。でもなんだかんだあるよ当てる機会。へ、うん、まあ確かに当ててたもんね結構。まあ昇竜セリカ新竜のまあダメージも結構いいし、うん、あれなんだろうな、置き攻めの状況もすげえいいんだ。うん、生で決めるより置き攻めの状況が良くて、うん、あ、これ行くやつ行きます。あー、出ずー。でも やったら多分死んでたんじゃない。え、マジ。いや、めちゃめちゃ減るよ。700くらいいっちゃう。なんて無理だよ、補正値 80% だよ、だってどれ、え、ロックすんのあれ、追撃の最後ロックだよ。あ、マジ